綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、406ヤード、パー5です。ちょっと今山原さんと話してたんですけど、このティーグラウンド結構難しいですよね。ん、ああすぐね、崖だ、すぐ崖っていう、そう、もう踏み込み、大胆大胆どんまいどんまい、どんまいですね。これはあれか、全身読んだだね、多分。そう、ね、落ちちゃってると思う。落ちちゃったかな、うん、じゃあ目つちやってもらって。はい、すいません、嫌になっちゃうもうもうなんか目つちの人になってますね、私あ、ごめんなさい、成長記録のね、道のりなんです。そう、まだ、そう、道のりは長い。そうです、山あり谷ありですドライバーを待つ、うん、でもなんか初めてじゃない、あんなになんか大胆に行ったの初めて見たよ。いや、ちょっとすごい、もうないもん、ドライバーチャレンジですね。よいしょ、4打目、逃げちゃったけど、うん、オッケー、ティーショットがさ、あんだけ大胆にさ言ったけど、でも切り替えてね、はいナイスショットだと思いますよ。お恥ずかしいショットだったな66ヤードアプローチでいきます。左右はすごい良かった。いい感じですよね、うん、やばい、わかんない、これ入れてパー、これ入れてボギーです。ボギーか、OK です。そうか、全身だったからか、ね、そうか、そうなんですよ、ラボですよ。ではでは、コメント返しをしていきたいと思います。3月28日公開の本日最後のロングホールの動画ですね。さてさて、わー、いっぱい来てる。レッサン、マリンちゃん今日も本当に可愛いわ、ありがとうございます最初から素敵なコメントでちょっと嬉しいんですけど、今日はちょっと髪の毛をめちゃくちゃお団子にしてみました。いつもとは違う感じにしてみたんですけど、どうでしょうかもう交換日記みたいになってるから本当にあれですね、問いかけが多くなっちゃう。はい、みなみさん、リクエストで顔に落書きお願いしますというコメントいただきました
これまた山ちゃんが罰ゲームとかで使っちゃうかもしれない。いやそれは難しいです、うん、あ難しいんだ。やりたいって言えあれだったらだけど、うん、ちょっと、ね、油性じゃなかったらいいかな。はい、なっちさんお疲れ様でした。マリンちゃんコンペ申し込んだよ。山ちゃんと2人のほんわかラウンド良かったです。わー嬉しい、ありがとうございます。お待ちしてます。ぜひぜひ。ほんわかラウンドですからね。ほんわかラウンド、当日もほんわかラウンドかな。ね、楽しみです。ありがとうございます。お待ちしてます。はい、いっせさん89立派なスコアです。噛み合えば80前半も見えてきましたね。これからも頑張ってくださいというコメントいただきました。いやそうですね、早くちょっとね80でアベレージで出せるようになりたいんですけど、どこかでまだ大きく打っちゃうこととかがまだあるので、なんとかまとめられるゴルフを目標にちょっと今頑張ってます。はい、ということで、あ打てますね。次はパー3です。では行きましょう。初バンカーだ。バンカーちょっと最近あれなんですよ、ちょっと上手に打てるようになってきた気がするから、です。はい、ありがとうございます。はい、では6番ホール295ヤードパー4です。ちょっと短めですね、この方法は。ナイスショット、ありがとうございます。よし、うん、いい真ん中、うん、狙いそうですね。80ヤード9番で打ちます。後半はバンカーの、急にバンカーに進行するようになってる。いかんいかん、うまい、うん、ナイス。お、すごい桜吹雪。フォローです。わかりやすい。今日ことごとく外れ
そうだね。その辺そうだよね。入るとちょっとずつ変わってきそうだもんね。変わってきますよね。